おはようございます。おはようございます。何してんすか？まあ、雑草取りと、うん、あとはあのフェスで出すやつを探してます。ちょっと畳込みも出しますか？少し、ニーズがあるんで今出しちゃおうかなって。クロマス関係はね、全放出ですね。全放出、全放出、ほとんどこういう作ったやつ、はいはい、こんなやつとかね出したいと思いますんで、はい、はい、ちょっと針金がね食い込んでるやつもあるんで、ちょっと向こう行って取りましょうか。取りますか？はい。さあ、これら。さあ、そうですね、これら黒松関係ですね。あとは金箔の畳み込みも、まあ本当はもうちょっと育てたいんですけど、とりあえずいくつかフェスようにですね、今これぐちゃぐちゃになっちゃってるんで、はい、綺麗に掃除して、うん、で針金取ってみて、針金がねちょっとやっぱ食い込み始めてるん で一番ひどいのがね、やっぱり御用なんですよね。ここら辺が見えますかね、食い込んでますよね。はい、でも思ったより、思ったよりですかね、物によってですね、僕のやつすごかったです。あ、そうですか。半分ぐらい食い込むぐらい太ってた。ああ、ご用はね、でも食い込んでも肌が荒れてきて、はい、あの分かんなくなっちゃうんで、臓器と違ってなるほどいいと思うんですけど、まあご用はね、鈴木あまり出したくないんですけど、何パチか出そうかと思うんで、3000円から8000円ぐらい。3000円、幅が広い。幅が広い。本当はね、ちょっともう鈴木と1万円以上出したいんですけど、はい、に作っていきたいんですよね、うん、物としてはね、将来、うん、だけどまあいくつか放出しないと棚場がいっぱいなんで、はい、はい、で、ね、黒は比較的遅かったんで、うん、こっちはね2月ぐらいだったと思うんですよね。でこっちは割と最近なんで、はい、針金かけたまんま出すようになると思うんですけど、こっちは針金外す、針金外してですね、でちょっと掃除してですね、はい、ちょっとやってみたいと思います。心拍からやってみますかね、はい、何が何だか分かんないですもんね。苔がね増えちゃったんで、まずはちょっと先端少し、伸びたやつを積んで、こういうやつですね、こう引っ張って先端積んで、はい、玉を作っていくと。で、スギパはいじらないです、うん、あのこういうやつですね、はい、はい、これはもうほっといて、あ、そうそうそう、だから5月に祭りの時に、スギパですよって言って買ってった方が昨日、うんうん、あれできて、埼玉国際芸術祭2023の、会期前イベント、会期前イベントですね。前座みたいなもんですけど、前座行ってきましたね。ね、行ってきましたね。セカンドチャンネルで上がると思う。あ、そうですね、はい、はい、盆栽セカンド今日違うんですね。今日違う、今日ファースト、今日ファースト。あ、最近ほらファースト久しぶりなんで。あ、そうですね、今久しぶりですね。なんか盆栽セカンドで慣れちゃったから。あ、そうか、ちょっと緊張しますね今日。そうそう、でお祭りに買った方が昨日来られたんですけど、はい、スギパ治ってきましたよって言ってもらって、うん、我慢するっていうことですね。そのまま伸ばしておくと。そうですね、うん、残しておく。これね取りたいんですけど、これやっぱり成長点って大事なとこなんで、はい、先端だけ1個だけ取っておくかというとこですね。これも本当はね取りたいんですよ、出っ張ってるんで、はい、だけどそうすると多分こっちの成長点のない葉っぱが残るようになるんで、うんうん、はい、残しておきます。でもこれって太らせたいんですよね、うん、あ、そうです、そうですね、まあ、あの売るためにちょっと綺麗にするっていう。なるほど、はい、ちょっと苔をね、取りますね。お水をねいっぱいあげてくれてるんで、ゼニゴケが。違う、え、ゼニゴケじゃなくて、ゼニゴケだ。ゼニゴケですね、この間ね。ゼニガメだ、ゼニガメだって言った。お、なんか根が出てるけど、これは雑草の根なんだろうか、わかんない。そうそう、くっつけて幹から根が出たらいいねみたいな。そうそうそう、それでね水苔をねこれ足してるんですよ、うんうん、あ、それで多分出ちゃったんだな。だから心拍だけ苔すごいですもんね。そう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 、水苔を後から追加したんですね。で今根、ね、取っちゃったな。はい、とりあえず草取りを終わりました、はいはい、草取りとあとあれですね、水苔取りですかね。ちょっと針金をね切っていきたいと思いますんで、幹から根は出てましたか？あ、ごめんなさい、出てないですね。出てないですか？多分出てないですね、うん、まあ、削ったりとかしてないですもんね。してないですね、はい、まだ出てないですね。2月からだったんで半年ぐらいですかね、はい、ね、出てても切っちゃいそうですもんね。そうですね、もしかしたらさっき今切っちゃったかもしれないですね。針金切りをもう単純にブチブチ切っていくんで、こういう針金切りもいいんですけど、奥にこうハサミ入れるっていうのはこういう方がやりやすいですね。なるほど、はい、畳み込みにはそうですね、こういう針金の方が、いわゆるこういうやつ、これの方が、まあ、力は入りますね。力入りますね。これはね、それこうなかなか使わないんですよね。これでもマサクニなんですよ、これ。あ、そうなんですか、うん、でよく皆さん使ってる、いいよって言ってるのがこれですよね、うん、はいはい、そっちの方が使いやすそうではない。頑丈なんですけど、こっちの方が切れますね、うん、
金新さんのやつがね切れやすいんですけど、はい、鉄製のどっか行っちゃった。どっか行っちゃいました。はい、10分ぐらい探しましたけど、はい、全く何も見えないですね。ああですね。なんか畳み込む時もそうでしたよね。よくわからん。何も見えないので外し終わるまで。はい、そうですね。スキップと。スキップということで。ちょっと動画の尺が心配ですけども。はい、はい。今日は五葉松も外すと。そうですね。そこまでやりますね。いうことなんです。はい。はい、どのぐらい、形がこうとどまっているのか、とどまっているかですね、食い込んでいるのか、そう、これが本当にだから超ミニサイズで作っていけるのかっていうのも、そうですね、外してちょっと、そうですね、見ていきたいと、はいはい、いうことです。でもしいい鉢があれば、あ、植え替えてみるか。まあね、夏も植え替えられる、うん、だから2月からですからね、はい、それでこんだけできちゃうよっていう、うん、確かにそうですね、完成形に1年で完成できますね、そう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 っていう話に持ってきますよね。持ってきる予定ですので皆さん。あとは鉢がいくらなんだか簡単にいかないと。最後までご視聴でお願いします。お願いします。はい、はい、どこ行ったの。あ、ごめんなさい。いくつかあったんだけど、針金掛け終わりました。違う、針金外したんですよ。外した、あ、針金、違う、外したんですね。五葉松も、五葉松も終わりました。はい、はい、どうですか、印象。うん、形がね、もうしっかり固まってますね。で、あとはちょっとやっぱりこの時期まだ剥けやすいんで、うん、針金外しもこうやって剥くケースもあるんですけど、畳み込まれてるんでなかなかこういうふうに外しづらいということで、切りました。はい、はい、ブチブチですね。いや、これいい心拍だな。これね、うん、で、これはね、少しこっちどうするか、全部取っちゃえば半径外にもなりますよね、うん、で、まあ、とりあえずつけといて太らせても構わないですし、はい、模様着との両方の選択肢があっていいと思うんで、とりあえずこれはこれで販売ですね、うん、売っちゃうんですね。売っちゃいますね。なんかこの大きさでこんだけね、曲入ってるのないですもんね。そうですね、これはだって大野さんで買ったやつだから。あ、そうでしたね。もともと曲がってたのをさらに曲げたんでしたっけ。いや、あんまり曲がってなかったと思いますよね。 あんまり売りたくないって言ってたタイプですよね。そうですよね、売っちゃうんですね。そうそうそう、だからこれ大きいのと同じ値段だったんですよね。ほとんどこっちの方が高かったのかな。うん、はい、もういいじゃないですかね。なかなかね、これは多分ね、こっちも良くなると思う。そうですね、後で、はい、外すんですか。これはこれちょっとやめておきましょう、はい、うん、これが御用ですね、はい、で、せっかくなんでこっちにですね、ちょっと植え替えまでしてみようかな。植え替えまで、はい、ちょっとね、いくつかあったんですけど、これはね、さすがに、入ればね、飾れちゃうんですけど、ちょっとかわいそうですよね。そうですね、ね、せっかく買っていただいた方が、これだとちょっと大きいと。大きい、はい、これも大きいんですけどね、大きいんですけど、やっぱりその後の場合を考えたら、うん、ということで、ちょっと植え替えをしてみたいと思います。わかりました。はい、こんだけ曲の入ってこの大きさですね。ね、なかなかないですよね。これは本当に発祥のいいやつなんで。石槌。石槌さんのですね、素材がないんでね、貴重ですよね。うん、これいいですね。はい。一個だけ石槌のやつは出します。出します。あとはそれ以外のやつは雇用もあと何パーしか出そうと思うんで、うん、まあ本当かどうかわかんないんですけど、アルミ線をね、切ると結構針金切りが渋くなります。切りづらくなる。で、ちょっとこれのワンランク下のやつを探してたんですけど、あ、そういうことなんですか。そういうことです。これちょっとこれが一番好きなやつなんで。うん、それどこのやつ。これは越郎さんの。越郎さんの、ええ、やつなんで。じゃあもう手に入らないから。これは高いやつと思いますね、うん、はい、アルミ線を切るときはワンランク下のでもいいかなっていう気はしてます、うん、はい、これいいですよね。これなかなか箸入れたらうん、いいなと思いますね。浮いたくなくなるかもしれない。そこは目は下から。そうですね、もうこれはそのまま手間をかけずに下からついてたやつですね、はい、パンちゃんが安く売ってくれたんで、これ。あ、そうですか、ね、何かっこいいやつ、ね、うん、おっ、カメラについてきつかんだ。やめてもらっていいですか。電動のやつ。電動なんだ。どうですかね、のね、いいですね。これはやっぱりちょっとくっつけるかぐらいのあれでいいと思いますね、うん、感じで出来上がったらカンちゃんに値段つけてもらうか。そうしましょう。ね、掃除園ならいくらだって。まあ難しいでしょうね、ないですからね、こう。ないですもんね、同じものが売ってないんでね、うん、やっぱ砂利が多いですね、うん、でこういう大きい石が、石が、うん、これだって最初それ風呂の伸びた周りした木ですもんね。そうですね、これがなんかこんなにちっちゃくなって、うん、ちっちゃくなって極力
切らないでと思ったけど、やっぱでも切らないと。ちょっとだけ切る。ちょっとだけですね。うわぁ、結構きついな。きついですか。そしたらあれだな、根を縛るというか、幹を少し縛っちゃいますか。鉢との固定の方法ですね。そうそうそう、そうですね。根は根で、一箇所固定するにして。こんだけ鉢ちっちゃくなると、多分、来年の 葉はもっと短いでしょうね。うん、かもしれないですね。どんどん詰まるでしょうね。そのとこは根っこあるんですか、それ。うん、根っこはすごい面白い。これも根ですからね。そんなとこにあるんですよね。うん。ということは、この下は全部根だったってことですよね。そういうことですよね。うん。これはね、樹形として面白いですよね。売りたくなくなってそう。ね、珍しい形ですもんね。そんなないですよね。うん。そこを引っ張っちゃうんですね。うん、ここで引っ張っちゃう。さらに、畳んでるみたいなことですよね。そうね。そうね、植え替えしながら畳んでる。植え替えしながらも畳む。幹に引っ掛けて、そうですね。絞ってる感じ。絞ってる感じですね。うん、なんか面白い。面白いですね。面白いですね。心拍は植え替えですか。心拍は植え替えないですね。もう値段を高くしたくないんで、ああ下げたいな。あれがなかけたくない。あれがなかけたくなっちゃう。下げたくなっちゃう。確かに下げたいですね。ここがね、うん、そこ下げたい。ここがね、こう下がってくるといいんですよ。いいですよ。ねえ、まあそれは。人がうん、買った人が少しこれで用事をして少し土入れちゃうかな。こんなカメラに映らないとか隠れてやってみたいです。そうですね、細かい土を入れて。ちょっと水つけますかね、やっぱり植え替え、はい、細かく切って。面白いですよね。これなかなかこういう木がないんで。いっちゃうんだ。言っちゃうって言っちゃったからな。まだありますからね。まだね。針金かけたいな。ここね。うん、そこだけでもね。ここだけかけちゃうか。ここだけかけましょうよ。かけんの大変ですよ。かけんの大変でしょうね。精密作業ですね。そうですね。精密作業。うん。一番最初の畳んでる時は楽しいですけど、針金外すのは大変で。大変だってことはよく分かりましたね。うん、その後の針金掛けはもっと大変かもしれない。大変ですね。だから骨格だけ作って、本当に気になるところだけもう一回掛け直すみたいな、まあ、そうですね、のじゃなきゃできないですよね。もう一回だって幹掛けるなんて無理ですもんね。うん、あと 冬にね、もうちょっとね、落ち着いてから少しやるかですね。最初に一回厳しいことやってるから、その後はそこまで厳しいことやらなくてもいいのかもしれないですね。そうですね、そんな感じですね。うん、うわ、すごい針金かけしちゃった。まあいいや。まあいいやだ、いつも。さあ、こんな感じでどうでしょうか、神田さんに。神田さんの値段を。決めらんないよな。決めらんないよね。あ、いいですね。面白いでしょ。こんなちっこいのないもんね。いくらぐらい大きく見えますね。ねえ、ちょっとこっち寄っちゃったんだけどさ、どっち長いですかによってないからね、こういうのね。決めらんないぐらい高いです。プライスレス。プライスレス。じゃあオークションやりますか。あ、そういうのイベントで。うん。でも16いないからね。いないか、私いない。もういないですよ。1000円で終わっちゃったりして。自分で決めたら。ね。手間代と。1万着ぐらい。行く？1万円でも買う人は買うよ。いや買うでしょ。だってないもんね。ない。当日こう期待。まあ上限でも8000円って言っちゃったからね。おお、8000円。8000円にしましょうか。はい、早いもん勝ちで。早いもん勝ち。あまりいいのかな、値段言っちゃって。こういうところで分かんないです。分かんないですけど、高くなってる可能性は、誰かが8000円で買って1万2000円ぐらいで出してたりしてね。開始前に売るのはやめときましょう。そう、そうですね。ね、ということで、はい、DM いただいても生徒さんとか、そう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 、 DM もらったりとか、はい、ということにしましょう。もう 10時開店かな。そうですね、9時か10時オープンなんで、それ以降に、はい、そうですね、
探して買ってくださいっていうことですね。そうだね、これがだからいくら3500円とか、そんなもんですかね。これだって3500円だっていいっすよ。なかなかね、安い方だってことですね。安いと思う。これからあと3000円も一応言っちゃったんで出しますんで、探して、はい、これ辺もそんな感じですよね。これだからこれも物によって全然違うんで。そうですね、はい、まあ黒松はでも5000円以下だな全部ね、で出したいと思いますんで、はい、はい、お楽しみということで。楽しみ、大丈夫ですかね、こんなところで。畳み込み以外にも売るものはたくさん、ああもちろんもちろん。で本当はね、大きいものを先に処分したいんですけど、買っていっていただければ、はい、大きいのも安く、バッチもつくと。バッチもつきますねそうですね、忘れないでくださいね、はい、1週間前に初日来れないなら。そうね、今回ほらラーメンとかないんで、はい、はい、バッチでなんとか用意してますんで、ぜひお越しください。16日はいませんけど、はい、はい、言っていただければ、はい、私の買っていただいた方は今度朝でも昼間多分初公開だと思うんで、その興味ありますからね。わかんない、わかんない。そのうち誰かメルカリ出てないかなって。昼と夜持ってるから朝欲しいみたいな。そうね。昼でも昼もあるんですか？それはないですね。じゃあ夜だけだったんです。夜だけだったんですね。夜でもが 2種類あったんですよね。昼が増えましたんで、欲しいかどうかわかんないですけど、はい、お待ちしてます。ありがとうございます。さあ、失礼します。おまけ。おまけ。何センチか。何センチか。葉っぱまで入れたら8。八、うん。八、うん。ここですか。そうですね。うん、一番頭の葉っぱが8ぐらいです。なるほど。こっちも一緒。あ、短くなった。7.5 ぐらい。本当。うん、まあそのもんだってことですね。いいんじゃないですかね。7、8センチっていうのは一番ね。そうですね。今人気あるところなんで。多分5センチだと小さすぎますよね。うんうん。ちょうどいい、いいじゃないですか。大きさがね、大きく見えるし、これがまたどん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 多分太っていくと思うん で端はこれ小さいやつなんでね、伸びないですから、そうするとどん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 大木感が出る。最高じゃないですかね。よかった、もったいなくなってしまう。もったいないですよね、鉢もちっちゃくなったから、さらに、そうですね、来年は葉っぱ短くなると思うから。そうですね、またカラースカでおかげさまで、ね、カラースカですね、はい、その水やりが大変ですから、あとはカンちゃんに、あ、さあ、持ち帰ってからね、持ち帰ってからね、はい、はい、はい、ということですね。ぜひともお越しください、はい、お越しください。あ、東寺園盆栽フェスは16、17、18、9月の16、18、9月16、17、18、ね、はい、お待ちしております。お待ちしております。ありがとうございました。